さあ、それでは RCGT エミネーター2023、頑張れよ。大丈夫か。僕は基本的に前に出して使ってるんですけど、前に出すと、その花瓶の位置、屋根の位置がだいぶ前に行って、車のなんかロールするポイントがもうちょっと前側に寄ってくるような、旋回軸がもうちょっと真ん中に寄ってくるので、まあ、回転性だったり、まあ、旋回性能がすごい上がってくるような感じがします。で、前に出した際には結構リアウィングもちょっとだけ下げ後ろに下げた方が、まあ、リアグリップ加工しやすいので、まあ、結構足し引きな感じで前に出したらウィングも、まあ、ちょっとだけ後ろに下げてあげたりとかっていうところも意外とポイントは重要です。で、なんていうのリアのオーバーハンドが前に出すと違うんですよ。なんで、まあ、ちょっとリアのグリップはなくなっちゃうんですけど、やっぱリアのオーバーハンド短いとコーナーとは旋回スピードがやっぱり上がってくる方向なので、みんな最近のそのツーリングシーンでは要は前に出したボディをみんな使ってるのかな。ちょっとね、ギアデフがね、すごい柔らかいかなっていう動きはすごいとした。2000番です。柔らかいですよね。ちょっとやっぱりその立ち上がりの時にデフが柔らかいと、その前に出る力っていうのはすごい弱くなっちゃうので、はい、もうちょっと硬いギアデフにすると、もうちょっとそのコーナーの出口で楽になるかな。あ、逆に楽になる。そうですね、はい。やっぱり柔らかくしていくと、すごいコーナーの時にデフが動いて、はい、まっすぐ進みたいときでも、そのまっすぐの力が逃げちゃうので、はい、やっぱりデフ硬いとすごいまっすぐに出る力が強くなるので、ちょっとあのギアデフが硬くてもいいのかなと思って、ロールセンターとかのバランスとかあ、ガタガタしてます。ガタガタしてた方がいいですよ。よかった。バルクがやっぱりその動くので、はい、ここがキツキツだとバルクが動かなくなっちゃって、はい、車が巻くようになってくる。そのぐらいがいい、ちょっとガタガタぐらいがいいです、はい、ロールセンターは前後差つけてないです、ないです、はい、リアの動きが大きいとそんな感じはなかった。意外とバランスは良くて、もうちょっとデフになるのかな。あ、デフとかって上げたことってありますか？デフ位置って。あ、ないです。上げるとちょっと切った感じがすごい楽になるので、まあ、そのメリハリ感はなくなってくるんですけど、はい、まあ、失速感だったり運転のしやすさっていうのが上がってくるので、時間は、まあ、次ある時でもいいんで、そうですね、デフを上げてみて、まあ、前後なんですけど、はい、上げてみるとちょっとリアグリップ感とか増すので、やってみてほしいです。はい、スパがでかすぎる。さあ、これはやはりちょっとバックさすがピアリスでちょっと緩めたが、さあちょっと緩めて、小田選手まずは1周回、さあまずは1周回、おお待ってる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 、さあ1周回どうだ、2周回目に入った、2周回目に入った、さあどうだ、さあラストバック、ラストバックに入っていく、さあ前を向こう前を向こう、一気に落ちていく、おさあ、どうだ、後藤壮太の前でフィニッシュをしたら、次戦、もしまたエントリー1回無料ということになります。さあ、結構後藤選手のこれは、マジか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 、おい、おい、さあ、ゴール。さあ、クリーンなスタート、まずは後藤選手が逃げる。この形は変わらず、そこから中村選手が追いかけていくんですが、さあ、どうだ。さあ、後藤選手、おー、ちょっとアウトに膨らみながら、2周回目に入っていく、2周回目に入っていく、おー、それで一気に挑戦、2戦目、おー、後藤、後藤、後藤、
で中盤で5本層だが沈むのに大事なくなる。もしもね、なかなかですが、ほら、おー、いくら、いくら、来てる。じゃあ、ここでも、後藤選手、守ってほしい。後藤選手、頼む、守ってくれ。西川に入っている、西川に入っている。さあ、いきにしようかな。そのコーナー、そのコーナー、そのコーナー。